リングライト壊れてる。つかなくなっちゃった。リングライト壊れました。暑い。今日は一日何してました？今日は卒業アルバムの写真撮影に行ってました。学校でね、写真撮影本当はするんだけど、写真撮影の日に行けなかったので、なかなかね、予定が合わなかったので、今日個人写真を別で撮ってきました。前髪短い。ちょっと止めた今。そうなので結んでます。個人でなんかみんなはもう撮ってるんだけど、私だけ撮れてなかったので、写真館にいつもそういうのを撮ってくれてるところに撮りに行きました、個人で。ポニーテールしていきました。卒業アルバムの写真撮ったのがさ、小6組だから、小6の時ぶりだから、制服で。撮ってきました。ツインテールで行ったら、ちょっとさすがにね、私普段ツインテールしないので。下ツインなら、学校の校則で OK なんだけど。普段やらないから、誰ってなりそう。なんかさ、学校で撮ったらさ、なんか次々にさ、やっぱ撮らないといけないからさ、限られた時間で全員撮らないといけないからさ、
次々に撮られるんですよ。なんかもう何回か撮ったら終わりみたいな、撮られてどんどん進められていくんだけど、個人で行って撮ったら何回も撮ってくれるし見せてくれるんですよ。どんな写真撮れ、どんな感じか見せてくれるから、個人で撮った方がいいかもしれない。いいかもしれなかったですね。でも大抵の人がやっぱ学校で撮ってるから、ちょっとね、私頭傾けるなって言われた私はね、おじいちゃんが撮ってくれるので全然何も言われない。背景の色味が若干違う、いや同じ色紙を後ろに用意してもらってるので、ずるいって言われそう友達には別々、なんか別で取り行くねとかわざわざ言ってないので、わからないと思います。笑顔、笑顔でなんかよっぽど歯を見せたくない人以外はもうみんな笑顔の写真使ってるらしくて、なんで私も多分笑顔の写真を使われるんだと思います。なんかふふ私の時は変な方向を見るように、え、どういうこと？変な方向を見る劇場の壁写と卒アルの写真は大切にしたい。それはそうよ、卒アルなんて一生残るし、まあ壁写も一生残るそれはそうだね。斜めの方向を見るようにしてたよ。え、そうなの？今回一番大変だった曲、大変だった曲、でもやったことある曲ばっかりだったからさ、大変だった曲はあんまりなかったですね。コピーはどっちの顔が利き顔とかあるの？特にないけど、でも左がいいかな。何？バラ？あいたかさん、バラありがとうございます。違う、これか、何これ、カーネーション。これなんだろう、バラではないよね。カーネーションありがとうございます。ヒデさん、カーネーションありがとうございます。あ、そういうことね、母の日ね。母さん、はね、はね
カーネーションありがとうございます。クオさんハートありがとうございます。レッドファイブさんカーネーションありがとうございます。バウチさんレンボスターありがとうございます。前野くんだるまありがとうございます。森翔さんだるまありがとうございます。ヤスさんカーネーションの花束ありがとうございます。ブリータンダーさんだるまありがとうございます。シシャンピさんかわいいありがとうございます。トボトムさんカーネーションありがとうございます。前野くんハートありがとうございます。福岡の福田さんだるまありがとうございます。カードルズさんだるまありがとうございます。山崎パンさんハートありがとうございます。加藤ペ君ハートありがとうございます。マサアキさんハートありがとうございます。レッドファイブさんだるまありがとうございます。マクリザスさんバラありがとうございます。リッペさんハートありがとうございます。ホタテさんだるまありがとうございます。リッペさんお疲れありがとうございます。バウチさんカーネーションありがとうございます。リッペさんありがとうありがとうございます。トモハンさんハートありがとうございます。フラさんハートありがとうございます。カトピコありがとうありがとうございます。なるほどね。母の日カトピコカーネーションありがとうございます。モーペとかと何かするの？ん？いつ？モーペとかと何かする？あ、明日母の日なの？やばい。母の日ってさ、なんで母の日なんだろうね。なんか昔の人がお母さんにプレゼントをあげたから作られたとかいつ作られたんだろう母の日って。今更だけど今度楽しかった。ありがとうございます。明日はね、舞台の稽古をして、ニコ生配信を見に行きます。7期生のニコ生。客席で見ます。あ、やっぱ見に行くのね見に行きます。なんか結構みんな見に行きます。メンバー、アメリカの、え、そうなんだ。アメリカの風習、お稽古楽しいです。今日は間違えた、明日は久しぶりに行くんですよね。コンサート期間があったし、その前は公演でね、お稽古行けなかったから。でしかも結構私がいなかった時に進んでたので確認していきます。楽しい。結構
DD のファンをしっかり観察監督してきてください。まあ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 、でもでもさ、どんな感じでさ、なんか前のブロックがまあメンバーで埋まって、その後ろファンの方なんでしょ。でも立ち見とかもいるのかな。どんな感じでいたっけ。ね、花澤さん怒ったりするタイプじゃないのかな。なんか怒るとかはないですね。なんか怒る時はもあるけど、ね、めっちゃ面白いし優しいです。面白いよ、めっちゃ優しい。あんまり怒った後に面白くする。怒ったと思わせて面白いっていう感じですね。立ち見はないんだ。そうか、七木さんに質問できるかな。渋井ちゃんショールームしないかな。言ったらいいじゃん、渋井ちゃんにショールームしてよって。コーペちゃんお披露目の時は緊張しましたか。なんか緊張しましたね、それは。緊張しました。明日キャッチフレーズとか披露するんじゃないの、わかんないけど。でもさ、お披露目の時さ、キャッチフレーズやんなくてさ、みんな同じ自己紹介って感じだったから、明日もしかしたらやりそうだね。キャッチフレーズお披露目覚えないと。今日お芋さんの卒業公演なので、渋ちゃん、懐かしい、お披露目でダメに早飲みして泣いてたね。渋ちゃん懐かしい、めっちゃ。コップコンサート人見知り爆発してたってよりちゃん言ってた。そう、あのね、コンサートのリハーサルの時にメロンジュースで結構七木さんに絡みに行ってねみたいな、先輩絡んでねみたいな感じで、こうダンスの先生とか演出の方とかに言われてたんだけど、結構みんな七木さんにも、七木さん一人に対して結構周りにいっぱいメンバーがいて、だからそう、いおりさんと一緒にどうしようかねってなってました。
長谷永優衣ちゃんというそうヨイヨイコンビなんですよ。ユイとここローの漢字が一緒だから。いやないけどあれぐらいもうほぼみんな一致してます。お名前はもう覚えましたよ。コーペの人見知りは陽キャな感じがする。本当ヤスさんクマありがとうございます。エチケットホテルゲージに行ってみたいです。待ってます。名前は覚えてるよ。ももちゃんなんか最近ねここのフェイスラインと目がめっちゃ痒いんですよね。なんだと思う。この症状この症状はなんだ。背の一番高い松本さんで覚えた松本もかちゃん。トップの関連者ありがとうございます。歌おう踊ろう。クレユーナちゃんのさユーちゃんゆうちゃんの歌やばかったんだけど。クレちゃんが歌歌ってる時にさ私着替え場で着替えてたんだけど一瞬手が止まったもん。え誰手止まって、手止まってたら衣装さんに立花さん着替えてください注意されました土浦さん着替えてください。リーリタンリーリタンって注意されちゃってあすいませんって言ってなんだっけタンデムの衣装に着替えましたあ、そうだ、そろそろ鍵穴なのでは終わりたいと思います。じゃあランキング読みます。13位、福岡の福田さんありがとうございます。12位、ヒデさんありがとうございます。11位、夢のカスタネットタタタさんありがとうございます。10位ホタテさんありがとうございます。9位レッドファイブさんありがとうございます。8位シージャンペさんありがとうございます。7位クロさんありがとうございます。6位カードルスさんありがとうございます。5位ノリペさんありがとうございます。9位バウッチさんありがとうございます。3位マイネコありがとうございます。2位カトップくんありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。では終わりたいと思います。ではウモさん卒業公演一緒に見ましょう。ウモさんお芋さん、お芋ポーズ。はい、ではバイバーイ。ありがとうございました。